ブギウギ第73回あらすじ。三鷹の自宅にて世間から人気を集める喜劇王棚健こと棚橋健二の舞台に出演することになった鈴子。周囲の期待に応えて引き受けたのは見たものの、どうしても気が乗りません。しかしその話を聞いた愛助は、鈴子さんが棚健と共演するなんてあと興奮します。そしてこれまで以上に鈴子を応援すると大喜びするのでした。そんなある日、大阪から懐かしい人物が鈴子のもとにやってきました。梅丸少女歌劇団 USK 時代の後輩で、一度は東京で一緒に夢を見た秋山瑞希です。再会を喜んだ鈴子は秋山から大阪の人たちの近況を聞くのでした。秋山と一緒にいるとき、エッツサヨちゃん、なんと付き人を辞めてから行方不明のサヨが進駐軍の兵士と一緒に歩いている姿を見かけました。鈴子は慌ててサヨの後を追うのでした。舞台稽古初日、緊張の面持ちで稽古場へ向かった鈴子は棚健との稽古に臨むのでした。ブギウギ16週73は1月16日、予告感想まとめ、久々登場する秋山瑞希ちゃんが大阪の状況を語ってくれるはずです。かつて鈴子ちゃんと一緒に東京で夢を見ていた秋山ちゃん、歩む道は変わりましたが、鈴子ちゃんにとってはかけがえのない仲間です。今回秋山ちゃんがどんな理由で上京したのか気になります。秋山ちゃんたちが所属するのは梅丸少女歌劇団 USK です。モデルとなったのは大阪松竹歌劇団で、戦後大阪松竹歌劇と名を変え、現在は OSK 日本歌劇団となっています。秋山ちゃんをはじめ、リリーちゃん、和樹ちゃんなど大阪のメンバーたちの近況が明かされることを期待します。そして行方不明だったさよちゃんがサムと付き合ったことで、服装やメイクなどさよちゃんのビジュアルが大きく変わっているのかもしれませんよね。さよちゃんの変わりっぷりに注目です。劇場ブギウギ16週73話のネタバレあらすじ予告でした。